世界に届けるシンフォニードラゴンクエスト8を実況プレイ。皆さんこんにちは、ラニーです。今回も実況をやっていきたいと思います。前回はオークニスっていうなんか雪国みたいな町に行きました。で、薬師の人を探すっていう話だったんですけど、その前にコメントのね反映をしていきたいと思います。前回の分まで実はずっとタメ撮り分で 4,5 本かな、ずっとタメ撮りだったので全然皆さんのコメント反映ができなくてちょっと申し訳ないです。あとね、最近コメント返信も全然できなくて申し訳ないんですけど、全部コメントの方を見させていただいてます。本当に皆さんいつもありがとうございます。で、コメントの反映の方はなんかベルガラックに行くとイベントがサブイベントかな、多分あるらしいのでちょっと探しに行きたいと思います。で、あとね、お金を少し預けてきました。5000ゴールドほど預けて、で、あとメダル王女にメダル、小さなメダルを渡したところ、なんだっけかな、金塊だ、金塊をもらいました。はい、そんな感じですかね。で、どこに行けばいいんでしょうな。あ、わかった、あの大きいお屋敷かなって思うんだけど、多分兵士さんたち戻ってきてるんじゃないかな。この兵だったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、いるかな。お、開けれる。あれ、ここ前入ったっけ。あ、入ったかもしれない。あら、あんたも護衛志願。この屋敷の兄弟が継承の試練だかを近々行うんだってよ。そこで兄弟が、試練に同行する護衛を募集してるの。私も面接を受けてみたけど断られたわ。へえ、じゃあそれがイベントなのかな。なんかあんまり物語進めすぎちゃうとできなくなっちゃうかもしれないのでっていうコメントだったので、ちょっと気になってやってみましょう。これはこれは護衛志願の方ですな。ようこそおいでくださいました。私どものは二人の主が継承の試練に同行する護衛を募っているのですが、どんな人物が来ても我が主はお気に召さず困っていたのです。だがあなた方ならきっと、じゃあその兄弟に会えばいいのかな。どこにいるんだろう。あ、この人あの兵士さんじゃん。お、君たちは覚えているぞ。闇の遺跡の結界を破ってくれた冒険者じゃないか。君たちのおかげで私たちもなんとか遺跡の中へ入れたんだが、奥まで行っても人っ子一人いやしない。こっちはドルマゲスと相打ちする覚悟で行ったのにな。ひょっとして君らがドルマゲスの野郎を倒してしまったとか。その通りなんですよね。めっちゃ苦戦した。え、それは本当なのか。あのドルマゲスを倒すなんて君たちは化け物か。そんな真顔で言われても困るんだけど、まある意味化け物かもしれんね。化け物を倒したら化け物並みの強さみたいな感じだし。おやおや、闇の遺跡であった旅人さんじゃないの。あ、この人もいたね。ひょっとして坊ちゃんたちの護衛に志願しに来たのかい。もしそうなら大歓迎さ。君たちなら宝具様かユッケ様のどちらかを任せられる。どんな人たちなの。結局前会ってない気がすんだよね。これは外。あ、外だ。わあ、夕日が綺麗だ。いいなぁ、こんなベランダっていうのかな、なんていうのかな。うん、わかんないけど、テラス、わかんないけど。あるのいいなぁ。ここになんか、ビーチとかによく置くさ、椅子、ね、名前わかんないけど、あれ置いたら、すごい良さそう。眺めめっちゃいいしね。お、イベントだ。ユッケ、この子がユッケか。何よ、お兄ちゃんのバカ。バカ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 。いい？私たちはパパに拾われた子供なんだよ。どっちが先に生まれてきたのかわかんないでしょ。本当は私が姉で、お兄が、お兄ちゃんねえな。弟かもしれないんだよ。わー、なんかちょっと、このポーズでもうナルシスト臭がするんだけど。フォーグ。
ああ、妹よ、話を蒸し返すな。お前がそう主張するから妹のお前にも家を継ぐチャンスを与えたんだろ。キャリング家の継承の試練をどちらが早く終わらせるかで競い合い、勝った方が家を継ぐ。妹よ、お前もこのことには賛成しただろ。それとも何か護衛付きとはいえ、今になって竜骨の迷宮へ行くのが怖くなったか。別に怖くなんかないわよ。何さ、バカにして。ん、お兄ちゃん、お客様だよ。護衛志願の人かもしれないよ。おっと、これはこれは、お見苦しいところをお見せして申し訳ない。ようこそ我が屋敷へ。へえ、この二人のどっちかに、もしかして選択式なのかな。やっぱ、あ、この人がなんだっけ、ギャリングさんかな。偉大なるドン、ギャリングの肖像画だ。びっくりした、今メガネかけてるとは思わなくてさ目玉飛び出てんのとかちょっと思った。びっくりした。よかった。ちょっと探索していい？その前にお邪魔しますよ。ベンネットの粉、小さなメダルないかな、3枚ほどうっかりギャリング様の死を友達に喋ったせいで街中大騒ぎになっちゃった。あ、じゃあこの子が情報源なのかな。そっから友達が言いふらしちゃったってことだよね。部屋がいっぱいあるな。まずはここ。もうなんかそれっぽい虎の敷物があるよ。これは多分兄弟どっちかの部屋なんだろうな。お、金の指輪、腕輪、どっちだ。ちょっとあんまり見てなかった次ここ、ここにもタンスがあるので探索させていただきましょう。お、来た、小さなメダルで、あとはここ。まあさすがに、お、あ、これ錬金のやつじゃん、スパンコールドレス。へえ、こんなとこで手に入るんだ。あ、なんか外行けそうじゃない？外かわからんけど。あ、家の中だったあ、お風呂か。へえ、ちょっと石造りだとさ寒そうだね。なんかすぐお湯冷えちゃいそうそういうことは今どうでもいいんだよね。それより護衛だよ、護衛の話。強そうな人は大歓迎よ。え、何のことかって知らないで来ちゃったの？なら説明してあげるからさ、私とお兄ちゃんの話だけでも聞いていってよ。まあ聞きましょう。それじゃあ説明するからね。そこのソファーにでも座ってちょうだい。じゃあ説明しよう。私たちの育ての親が死んでね、父の後を私と妹のどちらかが継ぐかでも、あれ、ちょっと待って、噛むな。揉めているんだ。私たちは仲が悪い。あ、そういえばそういう噂あったね。話し合っても全然決着がつかない。そこで私とお兄ちゃんで恨みっこなしの勝負をすることにしたの。継承の試練を終えて、早く町に戻ってきた方が勝ち。継承の試練とは、古くからギャリング一族に伝わってきた家督を継ぐ際の肝試しみたいなものさ。それが竜骨の迷宮ってとこに行くんだね。竜骨の迷宮の奥まで行って家長の印を手に刻んでくるだけなんだが、その竜骨の迷宮がくせ者でね、魔物がいっぱいで下手すりゃ命を落としちゃうかもしれないのよ。だから護衛を雇うってわけ。でもなかなか私と妹が納得できる人材が来てくれなくてね、ほとほと困っていたのだよ。私は彼らになら護衛を任せてもいいと思うが、妹よ、お前の方はどうだね。うん、この人たち気に入った。あら、珍しく意見があったわね。よし、決まりだ。
私か妹、どちらの護衛につくかは君たちで選んでほしい。やっぱりそう来るのね。彼らに選ばれなかった方は屋敷の部下を護衛に連れていく。これでいいよな、妹よ。文句ないよ。どっちみち吠え面かくのはお兄ちゃんだからね。ふん、言ってろよ。そうそう、君らが護衛した方が負けてもちゃんと報酬は支払うから、その点だけは安心してくれたまえ。え、これタイムアタックとかじゃないよね。いきなりそういう要素入ってこないよね。どうしよう。私今の印象的に言うと妹ちゃんの方がいいんだけどな。ユッケちゃんだけ。うん、多分。じゃあ、ね、こっち、ゼシカさん一人だし、ユッケちゃんにしよう。お兄ちゃんより私と一緒の方が楽しいよ。選ぶんだったら私にしなよ。私を護衛にして竜骨の迷宮へ行ってくれるよね。ちょっと待って。ごめんね、育児なしを持てない。うん、そうだね。ちょっと待ってね。あ、いけなかったっけ？いけるよね。この人の話もちょっと聞きたい。もう私を選んでくれるのか。私を護衛して竜骨の迷宮へ行く。本当にこれでいいんだな。いいえ。迷う気持ちもわかるが、こちらも急いでいるんだ。できれば早く決めてほしい。じゃあ妹ちゃんで。私は決めてたんだけどね。ちょっといけないよ、なんで？なんでこっち側から戻れないシステムなの？よし、じゃあユッケちゃんに決めた。よし、じゃあ一緒に行こう。はい、よろしくね。そうそう、出発は明日の朝、日の出と同時なんだよ。朝早くに出発するから寝坊しないように、今夜は家に泊まっていてね。これ強制的？うむ、それじゃあ私は屋敷の部下たちを護衛に連れて行こう。おっと、忘れていた。お呼びでしょうか。ここにいる客人のために今日の夕食は豪勢にしてくれたまえ。たらふく食べて力をつけてもらわないと不公平だものな。何を、恩着せがましいわね。それで敵に塩でも送ったつもり？まあ美味しい夕食には文句ないけど。こりゃ儲けもんだ。アスカンタに続いてまたうまい飯に味付けるタアついてるでガスよ。そうだよね、お城で振る舞ってもらったんだもんね。あの時またトロデオを抜きでか。少し気が引けるな。あ、ククルさん優しい一面の。おっさんには悪いが、今度のことは内緒にさせてもらうぜ。なんかタッパーとかないの？とか紙皿とかでもいいからさ、持ってこうよ。その夜、ラニーたちはテーブルに並んだ美味しい料理を腹いっぱい食べた。そして強い眠気に襲われ眠りについた。え、それ大丈夫？え、一服盛られたんちゃうの？起きろ、起きなさい。起きなさいってばラニー。この寝ぼすけ、起きろったら起きろ。ようやくお目覚めね。お日様はとっくに昇ってて、お兄ちゃんはもう出発した後なのよ。あー、もうムカつくわね。早速だけど眠ってる仲間を起こすの手伝ってよ。ゴゴゴゴゴ、むにゃむにゃ。ククールさん寝相かわいいじゃないか。あ、デシカさんはやっぱ押してよからね。せやせや。え、絶対薬盛られたって。まったくもう、あんたたちいい加減に起きなさい。ほら、みんな眠そうだもん。寝坊したのは責めないわ。私だって寝坊したんだしね。悪いのはみんなお兄ちゃんよ。メイドを締め上げてやったら、お兄ちゃんの命令で昨日の料理に眠り薬を混ぜたって白状したのよ。え、これさ、逆を選んだ場合も同じこと起きるのかな。もし起きなかったとしたら、お兄ちゃん相当性格悪いぞ。過ぎたことはしょうがないわ。遅れを取り戻すためにも急ぐわよ。それでさ、ドアバーンって戻ってきてバーンって当たったら、ちょっと笑っちゃうよね。あ、そうだ、あなたたちが出発するのは用意が済んでからでも構わないけど、できるだけ急いでね。
私の方は一足先に竜骨の迷宮へ行ってるからね。だってじっとしてらんないもん。それじゃあ竜骨の迷宮の入り口で待ってるからね。勇敢だな、なかなか。てか、どこそれ。まずそれなんだけど。メイドちゃんどこ？すみませんでした。いけないことだとはもちろん重々承知しておりました。けど、フォーグ様の命令でやむを得ず、料理に眠り薬を混ぜてしまったんです。でも、このことはどうかご内密に。喋ったことがフォーグ様にバレたら、メイドの私は切腹させられます。そんな和風で古風なわけ？このギャリング一族って。面白いけどなぁ。ユッケ様を起こそうとしたのですが、フォーグ様に止められ、私の立場ではどうすることもできませんでした。それでユッケ様を起こすのがフォーグ様が出発なさった後になってしまったのです。おい、フォーグさん、嫌なやつだな。なんか、不公平がうんぬんかんぬん言ってたの誰だっけ？あら、あんたたちは確かユッケさんの護衛になったんじゃ。そんなにのんびりしてていいの？フォーグさんは屋敷の部下を連れ、南の砂漠ね。砂漠の竜骨の迷宮へ向けてとっくに出発したわよ。じゃあ急いで追いかけるかな。でも、時間が微妙なんだよね、今の時点で。16分とか言ってるから。てか、今夕方じゃないの、これ。朝焼けとかじゃないもん、なんか。どうしよう。夜になるなら、なってくれた方が、なんだっけ、リブラーチの、夜にならないとお店開かないさ、ゾンビのところがあったじゃないですか。私はあそこに行きたいんだよね。で、なんか、買った方がいいらしいです。2000ゴールドで買えるやつね。演奏を袋に入れて、あとね、もうそろそろね、ブーメランがちょっときつくなってきたかなって思うんだよね。だからそろそろ、槍？なんか皆さんおすすめしてくださる槍をスキル上げてってもいいかなと思うんですけどね。とりあえずは剣と勇気をもうちょっと上げていきたいかなと思います。そういえば、ブーメランは全然上げてなかったんだね。で、バウムレンの鈴を主人公に持たせとくと楽ですよっていうアドバイスいただいたんで、そうしたいと思います。使う。南の砂漠でしょ？そんなとこあったっけかな？とりあえず、探索をしてみようかな。トヘロスをかけて、レベルも上げたいんだけどな。まあ、それは裏でできるから、いいかな。南？この大陸のだよね、多分。よし。じゃあ、とりあえず行ってみようか。竜骨の迷宮ってどんなとこなんだろうな。このままこう回ってっていいのかな。あ、地図が見にくいぞ。逆だ、はい。逆でした。こっちだね。なんか、肝試し的なこと言ってたから。逆じゃない？もう、やだ。迷いたくない。あ、でもその前に夜が来るかな。そんな気がするな。夜になったら一旦、リブルアーチに飛びます。そっから自分で裏で探して、ここでしたってやろうかな。うん、そうしよう。あとね、錬金もやらなきゃいけないんだけど、まあそれを別に裏でやってもいいかなって感じなので、うん、やっておきたいと思います。レベル上げも兼ねてね。さて、どれくらい遠いんだろう。それをさ、ユッケちゃん一人で行ったの、あ、間違えた。
あ、でも夜だしな。まあ、いいか。友達で一人でこの道行ったとすると相当すごいけど、砂漠なんてあるの本当に。あったっけこっちの方に。ちょっと覚えてないな。あれ、今行ってるさ、サザンコ方面じゃなくて、なんだっけ、こっち？あんの砂漠なんて。そう、名前忘れた。オークニスだっけ。そんな感じの雪国の方って同じ大陸でしたっけ、今いるところ。あんまり覚えてないっていうね。もう記憶が曖昧になっちゃうな、すぐ。こっち行ってサザンコだもんな、あれ。お、南の砂漠には町も村もねえけど、とんでもなくでけえ翼竜の骨がでーんと横たわってんだ。大昔にはあんなでけえ生き物がのさばってたんだな。へえ、どれくらい大きいんだろう。もしかしてその竜骨が男女になってんのかな。南でしょ、こっちかな。行ってみるだけ行ってみよう。道なき道を行くって感じですがね、こっちは。砂漠ってどれよ。もっと下？夜が明けそうになっちゃったら、あそこに行きます。リブルアーチ行きます。はい。久しぶりにさ、こうやって、なんか、フィールドを冒険してるとこを、動画に残すような気がするんですけど、大して話題もないんだけど、あ、なんかありそうだね、こっちに。例えば宝箱もそんなに回収できてないしな。意外とね、裏でやってないんですよね。うん。意外とでもないか。もう見てたらわかるか。そうなんですよね、間違えた。あ、あの下の丸いとこが砂漠だ。なんか入り口にあるけど、家なのか、休めるところなのか。ちょっと待って。よし。すごい、進み悪いんですけど、地図見すぎで。迷わないためなんです。ごめんなさい、本当に。これに関しては本当に謝ります。申し訳ない。え、まさか行き止まり？行き止まり？じゃないよね。あ、よかった。読めない。読めないよ、キラーパンサー君。危険、この先砂漠。砂漠の魔物は強いため、ようなき者は立ち入るべからず。さて、やってきちゃったけど。これさ、サブイベみたいな多分扱いだから、もしあのイベント受けなかったら、来ない場所なのかな。とりあえず一旦、どうしよう。ここ入って、んで、時間もは、わりかしいい感じなんで、リブルアーチ行って買い物して終わってもいいかな。ちょっと早めでもいいかなと思います。わざわざこのクソ暑い砂漠までやってきたんだ。土産話代わりにいいことを教えてやろう。砂人の槍って武器は、砂煙を巻き上げて敵の目をくらます効果があるんだとさ。え、欲しい。で、この槍を作るには、パルチザンと砂みたいにサラサラしたものが必要だって話だぜ。へぇ、ありがとう教えてくれて。サラサラしたもの。欲しいな。旅人の教会へようこそ。この教会は砂漠を旅する旅人のために作られたものなんですよ。世界に散らばる旅人の教会の多くは、人も住まない不毛の地や危険な荒野にあるんです。魔物のはびこるこの世界で危険な旅を続ける旅人を守るのも教会の役目なんですわ。もうね、ものすごいありがたい。本当に。あ、宿屋もあるしね。あ、あれ？ちょっと待って、こっちは道具屋さん？あ、道具屋さんか。相変わらず、このおじちゃんはちっちゃいね。危険な旅を、じゃない、砂漠を、砂漠を旅するんなら、ぜひうちの店で装備を整えていってくださいよ。
喉もみの剣があるんだ。でもな、今のゾンビキラーが強いからな。これでいいか。ないです。ありがとう。で、そろそろ錬金して、お金稼ぎもしないとなと思ってるんですけど。まあ、しばらくはね、あ、手広しきれた。ちょっと待ってよ。あ、ここ来れるんだね。飛べる。よかったよかった。じゃ、リブルアーチに行きましょう。で、しばらくは、何があったとこだっけ？まあ、ゴールドマンがいるところで、レベル上げも兼ねて、あんまりレベル上がらなそうだけど、そこで戦ってお金稼ぎするのもありかなと思ってます。まあ、ゆっくりやろうかな、レベル上げは。まあ、次回までに劇的にレベルを上げるっていうのはちょっと無理かもしれないけど、努力はしてみます。はい。で、ここだね。2000ゴールドギリあるんで、買っていきます。ケフフフ、ここ秘密屋ね、ようこそ。買います。買った方がいいって言われたんで。毎度あり、ケフフフフ。スキルの種。え？あ、もう売り切れなんだ。1個しか買えないのかな？スキルの種って何？どこ行った？スキルの種。あ、これか。あ、もう持ってたんだ。3つも。使ってないんだよね。ちょっと、袋整理しよう。はい。よし。種系をね、全然使ってないんで。これも使っといてもいいかな。これ金塊は錬金で使えるらしいし、あとはこれはね、売れるんでお金稼ぎになると思いますし、うん。でこれは渡さなきゃいけないやつで、このなんかさ、宝箱を開ける鍵って2種類しかないのかな。魔法の鍵で全て開けられるみたいですが、いらないのかな。なんか3段階あるような話を聞いたような気がするんですけど、私の記憶は当てにならないのでうんうん、はい、いっぱいありすぎてちょっと売るのはなんかめんどくさくなりそうだな。まあ持ち物はこんな感じですよということで、ちょっと見たい方は、お手数なんですが、一旦停止をして、ね、見ていただければと思います。OK。じゃあ、今回はここで終わりにしようかな。あ、店長さんのところで終わろう。よし。ここでね、終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。メインストーリーの方は多分次回進めるのはもうちょっと後になると思います。先に竜骨の迷宮をやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。